それでは開発効率化とコスト削減 GKE を用いたブロックチェーンノード基盤の刷新というタイトルで話しますスピーカーはスピーカーカは株式会社銀行の住みですエンジニアとしてキャリアを積んできて現在プラットフォーム部という社内共通基盤やプロダクトの信頼性を担当する部署のマネージャーをしています今年3月に弊社のブロックチェーンノード基盤を Google クラウドへ 移行しました本日はその話をしますこちらが本日のアジェンダですブロックチェーンノード基盤の紹介と、えー、今回行った刷新プロジェクトについてお話し,しますまずはじめに弊社の紹介をします弊社銀行は web3 失礼しました弊社銀行は Web3 デベロップメントカンパニーを目指すブロックチェーンのスタートアップです Web3 領域の総合デベロッパーとして事業の基盤となるウォレットやブロックチェーンノードを B2B で提供しており国内トップの実績を多数有しています銀行はブロックチェーン上のデジタルアセットを活用するためのインフラを提供しています Web3 のユースケースを創出するためのハブを担っており 多くののユースケーススケ裏側を支えています。銀行のプロダクトは大きく Web3 サースと Web3 クラウドの2つに分類されます本日紹介するブロックチェーンノード基盤は Web3 クラウドのサービスの1つです Web3 クラウドとは Web3 サービスを開発する上で負担の大きいノードやウォレットを SDK や API として提供するクラウドサービスです 弊社が提供する Web3 サースのインフラとしても利用しており、弊社基盤の根幹となっています。Web3 クラウドが提供するウォレットやノード、エクスプローラーといった機能は、実装に要求される専門性が高いだけでなく、さまざまな資産を扱うことから高い信頼性が求められます。そのため、Web3 ビジネスの非競争領域かつ対応コストが高い部分であり、 これをオールインワンで解決することが Web3 クラウドの価値となっています本日は Web3 クラウドの一プロダクトであるブロックチェーンノード基盤についてお話しますまずブロックチェーンとブロックチェーンノードについて話しますブロックチェーンとは対改ざん性対障害性が高い分散型の台帳システムです 世界中のサーバーで OSS を稼働させ、P2P でネットワークを構成します。金融、DID、トレーサビリティなどの用途で利用されます。下の図で説明します。この図のネットワーク全体をブロックチェーンと呼びます。ブロックチェーンノードはネットワークを構成するサーバーの一つです。ブロックチェーンにアクセスするための API を提供します。 そのため、ブロックチェーンを用いたアプリケーションの開発に必要となります。下の図で説明しますと、このネットワークにおける一つ一つのサーバーがブロックチェーンノードになります。ブロックチェーンノードの仕組みについても説明します。ノードは P2P のアプリケーションとデータベースの2つからなります。機能としては取引情報の取得、検証、保持、 配信がありますまたマイナーやバリデーターと呼ばれる一部のノードはブロック生成を行いネットワークの運営を行いますこのようにブロックチェーンを構成するノードですがこの運用は簡単ではありません安定稼働のためには近年の Web システムとは違った難しさに取り組む必要がありますまず1つ目はネットワークとの動機です ブロックチェーーンはは資産ななど重要なデータを扱うことが多く取引情報は即時表示したいですそのため同期チェーンを最小限にする必要があります一方でブロックチェーンではどのノードが最新の情報を持っているか分かりませんそのため新しいデータを持つノードを見つけ出し取得する必要があります2つ目は再起動時のダウンタイムです ブロックチェーンノードの再起動時にはネットワークに対して安定した接続を確立し新しいブロックの取得や検証が行われますこれらの処理により再起動が起きただけでも通常数分から数時間のダウンタイムが発生します以上の課題を踏まえて銀行でどのようにブロックチェーンノードを運用しているかを話します まず前提としてブロックチェーンノードはそれ自体が巨大なプロジェクトですまた銀行は多くのブロックチェーンを扱う必要がありますそこで銀行ではノードの回収なしに安定した API を提供できるように構成しました具体的にはノードを上長化しネットワークへ同期しているノードへのみルーティングする仕組みを構築しています 基盤のの全体像はこのようになっています。基盤にはクマレティスを用いており濃度を上長化して稼働させています濃度の前段には独自のロードバランサーがあり正常な濃度へのみリクエストをルーティングしていますまたロードバランサーでは認証機能を提供しておりそのためにデータベースを利用していますあこちらが独自ロードバランサーの部分になります ブロックチェーンノード基盤への要件は主に2つです。1つ目はネットワークで同期したノードへのみアクセスしたい。2つ目はレスポンスには一貫性が欲しいというものです。これはクバネテスやクラウドのロードバランサーでは要件を満たせません。右図がブロックチェーンノードの動作のイメージです。ノードはそれぞれネットワークと同期処理を行っています。最新ブロックを取得しているものもあれば、 数百ブロック遅れているものもあります。この状況下で要件を満たすため、銀行では独自のロードバランサーを開発しています。独自のロードバランサーでは、過労状況をチェックし、正常なノードへのみルーティングとユーザーごとへルーティングするノードを固定という処理を行っています。 これにより同期しているノードへのミルーティングがされリクエストの一貫性も保たれます動作イメージとしてはあ右図で説明しますが動作イメージとしてはまずロードバランサーは各ノードの同期状況をチェックしますこの図の場合であれば上2つのノードが同期していることを検出します加えて認証情報からユーザーを特定しますその後 同期しているノードのうちユーザーを決まったノードへルーティングします以上が弊社のノード基盤と独自ロードバランサーの紹介になります銀行ではこのノード基盤で主要なほとんどのブロックチェーンに対応しています対応しているブロックチェーン数としては約30種類稼働しているブロックチェーンノード数としては約160台 サーバー規模としては1500コア、6500GB メモリー、稼働率99.9%で提供しています。失礼しました、こちらのスライドになります。30種類のブロックチェーンノードを稼働しており、ノード数としては160台、サーバー規模は 1500CPU、6500GB メモリー、稼働率99.9%です。 えー、より良いサービスを提供するため今年の3月にノード基盤の刷新を行いましたここからはノード基盤の刷新プロジェクトについて話しますプロジェクトで行ったことの外観を説明しますプロジェクト以前2つの課題がありました1つ目は複数クラウドの利用による、えー、非効率さ2つ目は 定期的に発生すする基ののアップグレードコストは高いといとうものですこれらにより、規模拡大につれ、開発とコストの効率が低下している状態でした。今回、刷新プロジェクトにより、クラウドの統一とツール変更と環境追加によるアップグレードコースとアップグレード頻度の削減を行いました。これにより、より高速に安定したシステムを提供可能になりました。 以降ではプロジェクトで行ったことを順に説明しますまずクラウドの統一による効率化です複数クラウドの利用による2種類の非効率さがありました一つ目が開発効率です銀行では右図のようにプロダクトや社内ツールの多くを Google クラウドで構築しています 一方でノード基盤には料金面から別のクラウドを選定していました開発者の多くが Google クラウドに慣れており異なるクラウドの利用作業開始時にオーバーヘッドが発生している状態でしたもう一つが通信コストです銀行のプロダクトはブロックチェーンに流れるすべてのトランザクションをチェックしユーザーのものであればデータを取り組むなどの処理をする必要があります 対応ブロックチェーンやユーザーなど規模拡大につれ通信コストが増加していましたどのクラウドでもインターネットへ出る方向の通信量に対して高めの料金が発生するという料金体系になっていますそのためクラウドをまたいだ通信コストが課題でした以上から開発通信費ともに複数クラウドの併用が要因となり非効率さが生まれていました この課題を解消するため Google クラウドへ統一しました Google クラウドを利用したのは開発しやすさと、えー、失礼しましたこちらですね Google クラウドを利用したのは開発しやすさと信頼性のためです銀行は5年以上 Google クラウドを利用していますが開発時に扱う概念や UI がわかりやすく設計の際にシンプルにアーキテクチャを考えられます また今まで使ってきて完全に停止するなどの大きな障害には当たっておらず信頼性も高いと感じています Google クラウドへの移行方法としては基盤のクバネ e スクラスターを Google クラウドへ移行しプロダクトが参照するグローバル IP を変更するだけですグローバル IP を参照していても Google クラウドの VM 同士なら内部ネットワークでルーティングされ されますこれにより通信コストを約90%削減することができましたまた加えて低入れに停止な通信を実現することができました次にアップグレードコストの低減について話します刷新プロジェクト以前ノード基盤ではクバネティスに加えイステオを利用していました 我々にとって課題だったのはサポート期間の違いでした。クバネテスは約1年なのに対し、イステ半年と倍の頻度での、えー、アップグレードが必要でした。クバネテスとイスティオのアップグレードで必要な作業としては、えー、次の4つです。リリースノートのチェック、検証環境の構築、検証、リリースです。 検証環境の構築の必要がある上前日の通り、ブロックチェーン濃度は再起動時のダウンタイムが長いという特徴があります。以上から検証リリース合わせて半年に約1人月必要な状態でした。また、お客様にメンテナンスワークをいただく必要もあり、体験もいいものではありません。 そこでまず環境ごとにクラスターを分割しました刷新前は1クラスターでメインネットテストネット両方のノードを運用していましたメインネットというのは資産価値がついている、えー、暗号資産が流通するネットワークのことテストネットは資産価値がついていないテスト用のネットワークです、まあ、1クラスターで、えー、開発していることにより初期開発は早く進められました 一方、検証用のクラスターがないため、クラスターや質用のアップグレードにの検証に時間がかかりました。そこで今回の刷新プロジェクトにより、環境ごとにクラスターを分割しました。本番環境と同一環境を作っておくことにより、環境構築と検証の期間を短縮することができました。以上によりアップグレードあたりの工数が、まあ、約 人についてですもともとイスティオは、えー、実装なしにオブザーバビリティを得ることを目的として導入しましたその目的は達成できていたのですが課題として開発が活発で、えー、サポート期間が短いことサイドカープロキシにより障害リスクが高いことがありました 右図がイステ i o のアーキテクチャです。サーバーに対してアプリケーションが複数展開されているとします。イステ i はアプリケーションの前段緑枠の部分に挟みプロキシーを挟み込み、コントロールペンがプロキシーを制御することでオブザーバビリティの取得やネットワーキングの処理を行っています。そのためイステ i のアップグレードの際にはアプリケーションの再起動が必要で、ブロックチェーンノードの 運用にはとしては好ましくありません。これを解決するため、我々は Pixie を採用しました。これは CNCF の EBPF ベースの APM ツールです。下の図が Pixie のアーキテクチャになっています。真ん中の青枠がクバネ e スクラスター、水色の枠がクバネ e スノードになっています。 ノードの中にカーネルがありその機能の一つとして EBPF があります EBPF の特徴はカーネルに動的かつ安全に処理を差し込めることです Pixi はこれをパフォーマンスやネットワーキングのメトリクスの取得に利用していますここで嬉しいのはイスオと異なりプロキシーなしでオブザーバビリティを得られることですそのため稼働しているアプリケーションに再起動が必要なくブロックチェーンノードは稼働させたままアップグレードが可能です これにより必要にかけていたメンテナンスコースが浮きメンテナンスコースとメンテナンス枠を50%削減できました今回の基盤刷新に合わせて行った改善について2つ話します1つがバックアップ 4GKE によるバックアップですこれはフルマネージドでクラスター構成とボリュームのバックアップが可能というものです 同様の機能を提供する OSS もありますがこちらはフルマネージのため管理コストがかかわらず助かっています。もう一つがモニタリングの強化です。モニタリングには社内の共通の基盤を利用しています。基盤にはモニタリングツールとしてデータドックを、インシデント管理ツールとしてスクワッドキャストを利用しています。ダッシュボードはテラフォームでインフラーズコード化されており、 新規ブロックチェーンに対応する際に自動的にモニタリングが構成されるようになっています。ダッシュボードはこのようになっていましてブロックチェーンごとにビジェットを作りよくある CPU メモリディスクといった項目に加えブロック高やノードがつながっているピアノ数などをモニタリングしているのが特徴です。 以上銀行は今年の3月に開発効率とコスト効率を高めるためブロックチェーンノード基盤を刷新し Google クラウドへ移行しました刷新プロジェクトでは次を実施しました一つ目がクラウド統一による開発と通信費のオーバーヘッドの解消 二つ目が環境追加と必要脱却によるアップグレードコストの低減です。これにより開発とコスト効率を改善し、より高速に安定したシステムを提供可能になりました。今後の展望としては、えー、今回、刷新プロジェクトでクラスターの運用環境が改善されたので、ブロックチェーンノードの運用作業の自動化を現在進めています。ブロックチェーンノードの運用作業としては、 主にノードのアップグレードやノード内のデータベースのに関する作業が発生しています。そのため、アルゴワークフローやクマレスオペレーターなどを用いて自動化を進めています。他には、より低入れの停止を実現するためのグローバルへのノードの展開や、また今回一旦 Google クラウドにワークロードを寄せたんですけれども、さらにより高い 可用性を実現するため、マルチクラウドにもアプリケーションを展開していくことを考えています。以前、お客様のニーズに合わせて実施していきます。発表内容としては以上になりまして、最後に。宣伝をさせてください。銀行では経済の巡りを変えていくため、エンジニアリングにより、世の中やプロダクトをより良くしたい方を募集しています。こちらのポジションだけでなく、さまざまなポジションで積極採用中です。 興味のある方は、えー、こちらの QR コードからでも、えー、私の SNS からでも構いませんのでぜひお声掛けください以上で私のセッションを終了しますご清聴ありがとうございましたありがとうございました、えー、それではですね早速 QA を始めたいと思います QA の進行を務めます Google Cloud Marketing の北瀬ですよろしくお願いします引き続きスピ,スピーカーのですね隅様にお伺いしますよろしくお願いします はい、えー、それでは、ね、早速あの一番上の質問からいきたいと思います。ブロックチェーンのノードの立ち上げを早くするための、えー、何か工夫をされていることはありますかという質問ですけれども。ありがとうございます。はい、そうですね。ブロックチェーンノードはあのー、スライドでも説明したんですけども、えっ、ー、とまあローカルにデータを持っておく必要がありますと。でえっ、ー、とまあ初回の データ労働に時間がかかるのは仕方ないんですけども、あの一旦同期した後再度立ち上げるスピードをまあ速くしたいというのが基本的なところになると思うんですけども、定期的にスナップショットを取って、いつでもその正しかった状態に復元しやすくできるように構成しています、回答としては定期的にスナップショットを取って復元しやすくしていますというところですかね。 えちょっとね質問が多いんで、どんどんいきたいと思います。同一、はい、ブロックチェーンのノードの同期が遅れてしまうことが発生するのはどのような原因が多かったのですかそうですね、えーとまあ、ブロックチェーンノードを開発し始めた5年前とかは、まあ、そういったことがあったんですけど、はい、最近はあまり出会ってはなくて、出会ったとしても、えー、とネットワーク全体でパフォーマンスが落ちているとか。うんうん えっとそういった場合が多いですね。まあそれでもそれでもえっ、ー、とこういう場合が発生してしまった場合としては、まあ、えー、と考えられる原因としては、そのネットワークのパフォーマンスが悪いピアーにそのまあ自分が運用しているブロックチェーンノードが繋がってしまっているっていう場合が、まあ、大体考えられるかなと思います。ありがとうございます、えー。次ですね、ブロックチェーンノードのこ、のアップグレードの作業があると。 最後に言っ,ていた言っていましたけれどもその頻度はどれくらいですかというところですね。そうですね、ブロックチェーンによってさまざまなんですけれども、はい、鳴らすと大体1ブロックチェーン月に1回ぐらい大きいかれ少なかでアップグレードが、うん、えーと配信されていまして、えーまあ、それが30ブロックチェーンぐらいなので。えー そうですね。月に三十種類ぐらいのえっ、ー、とアップデートを扱う必要がある,なるほど<で>ありがとうございます。対象ノードがまあ百六十あるという。百六十。はい。ええ百六十ノードの月三三十ということかなりの頻度でアップグレ、ね、ードされているとことですね。でここはまだえっ、ー、とまあ安易に自動化もできる部分ではないので、はい、えっとそうですね。チームメンバーが頑張ってくれていますというところですかね。 ありがとうございます、えー、そうですね、プロメテウスもアーキテクチャーズに入ってましたけれども、データドックとどういうふうに使い分けてますかという質問ですが、こちらはいかがでしょうかーデータドックもプロメテウスのように、えーとまあ、エージェントを入れて使うことができると思うんですけども、基本的なデータ収集をプロメテウスに渡していて、データドックには可視化周りとか、えー、とアラート周りをメインに。 えと役割を持っっててもらっています、うん、あさっきのダッシュボードはデータドックなんですか、一番あそうですね、<あ>でメトリックスは他のところに、えー、と収集していて、はい、可視化を、えー、データドックの部分でやっていると,いうと、ね。ありがとうございます、えー、クラスターを環境ごとに分割することでアップグレードする必要がクラスターが増えているのに、個数が削減できる原因は何でしょうか。クラス クラスターを環境ごととに分割することであそれはですねテストネットとメインネットでクラスターを分割しましたという話をしたんですけども一番その注力してアップグレードするべきは、えー、とメインネットのクラスターなんですねそこが、えー、と一番なんすかアップグレードに時間がかかるんですけども、ね、えっと そうですねアップグレードを行ったとき、まあ、作業回数は増えるが、えーっと、作業全体にかかる時間は変わらない、でかつ、えー、っと分けたことで検証がしやすくなって、検証しやすくなった分のコースが浮きますよという、なるほどさっきの、ね、スライドにも書いてましたもんね、検証が非常にしやすくなったというところですね。はいはい、そ,すねそこががメインですすかかね、はい、ありがとううございまま、えー、次行きましょうか ブロックチェーンノードの運用で最も大変なことはなんでしょうかこれはそうですね、はい、ネットワークに、えー、ノードの状態が同期した状態を保つことですかね、あ<ー>あのー、一番最初に P2P でつながっていますよという話と、データベースを運用する必要があるという。 話をしそうですね、ノードに1つにつき 1DB があるとかっておっしゃってました、ね、あそうですね、はいまあ、そもそもデータベースの運用は昨今、まあ、普通はクラウドに任せるので、やることではなくて、はい、えと大変ですよというところと、P2P、うんまあ、アプリケーションに結構いろんなパラメーターがあって、うんうん、えっと、 まあその辺をチューニングして、えーとまあ、常にネットワークに同期した状態を保たて達せるのがまあ難しい,いでその辺りはある程度自動化されたりはしているんですかいやここは、はい、えと手動でのチューニングですかねよりよいパラメータを、えーを求めて、まあ、実験を繰り返しているという感じですか、ねうんうん、結構シビアな世界ですねそうですね、はい、ありがとうございます,、えーそうですね、ローロバランサーの質問ですね オリジナルロードバランサーは OSS 化されていますかと検討はされていますが、はい、OSS 化はされていないなですかね何かをベースに作ってるんですかいや完全にその要件に合わせて、はい、えとそうですね、まあ、フレームワークとかつなが使いながらですけど、ほとんどの機能を自分たちで実装しています。 え最後の質問になります、えー、ブロックチェーンの TPS はどれくらいですかこれはそうですね、まあ、これもブロックチェーンによりますという <laughs> い、ね、ところなんですけれども、はい、まあそうですね、例えば最近よく使われているポリゴンとかだと、1万 TPS いかないぐらいだったと思いまして。 えとこれは、あれですね、あのまあ、よくある RDB に比べを、えー、とよくチューニングしても、確か10万 TPS ぐらいだったと思うので、うん、まあ一桁変わるぐらいの TPS は出ていますよっていうところですかね。ありがとうございます。えー、っと以上でですね、えー、こちらのセッションは終わりたいと思います。すみさままあありりががととううごござざいいししたた